明けましておめでとうございます。ちょっとメガバスで今作ってるルアーがありまして、愛人のルアーで、それ結構今なんか、はい、大丈夫なんですか、行っちゃって大丈夫なんですか。そこまでは行っちゃって大丈夫ですね。このどうだろう、ちょっと待ってな、まあ、モザイクかかってるんでね、結局これ見たってモザイクですからね大丈夫ですか、これモザイクだったら大丈夫ですか、この大きさ感とか出ちゃって大丈夫なんですか。だか分かんないぐらいのモザイクしてください。まあ、いろんな、ゲイリーからも今年いろいろとまたワームが出ていく予定で、その中で僕が知ってるだけの情報では2点あります。名前だけ言っちゃうと、ヤマミミズとヤマタヌキっていうね。ヤマミミズとヤマタヌキ、はい。おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、お正月特番ということで、はい、今出せる情報で何か小森さんの2021のタックル紹介していただけると助かるんですけども。はい。2021年。もうこれはいいって。まあ飲みながらダラダラと。語っていただけると、タックルってことは、ロットリール系ですね。はい、まあロットはですね、このコンクルージョンシリーズ、まあ今年発売、2020年に発売になりました。このシリーズ、今年も継続的にまあモデルが増えていく予定で、その中で確実に1本決まってるロットがあって、それがこれだな、これです。ベイトがついに、はい、これもねコスメはまだ変わります。どこが変わるかっていうと、このまあ前の部分の大きさであったりとか、あとねこれファンタジスタシリーズのビヘイビアっていうモデル、MGS にですねやった時と、その後出したフロンティアでこのグリップがちょっと変わってて、フロンティアのちょっとこの太いんですよね。でこれも一応プロトでは太い方を使ったんですけど、まあちょっと僕もジジイになってきて握力なくなってきたんで、細い方が握りやすいなと思って細い方に戻します。なのでこういったところ、あと刻印の位置とかこのマークの位置とか変わる感じで作り直してるんですが、竿のイメージはほぼ出来上がっているロットです。これは2021年に発売の予定です。どんな竿かっていうと 65MLS、まあ、あるいは MS になるかもしれないんですけど、ソリッドティップのベイトロットです。まあ、この竿はですね、以前あのファンタジスタスティウスの初期モデル、ここまでピンク色のモデルですね、あれでまあ 65MLS っていう竿を作ってたんですけども、まあ、それの後継機種です。まあ、ちょっとあれはねすごく僕はいい竿だったんですけど、早すぎた天才というか、まあ、かなり早すぎた天才ロットだったんですけど、この竿もちょっと早すぎる、感じですけど、まあ、いろんなコンセプトが世に生まれてきたおかげで、やっとこう時代が、この竿に追いついてきたかなと、ちょっと上から目線で言わせてもらいますけど、このソリッドティップを使ったベイトロットっていうのは、ちょっと今、ちょろちょろ他社さんでも出てるのかな？やっと時代がこう、そういうものに追いついてきた感もあるんで、このロットは2021年にはかなりいいところまで行っちゃうんじゃないかなと、みんなが欲しいところに届いちゃうんじゃないかなと思っております。まあ、詳しいことはちょっとお話できないんですけど、これが2021年の、ニューアイテムになる予定です。でこれは引き続き作っているのは、はい、アブで販売がエンジンっていう、そうですね、アブのタフブランクスを使った、ロットですね。まあ、ソリッドティップでエンジンでやっていく、まあ、まあこの先ですね、しばらくは僕はこのコンクルージョンのこのモデル、こういうコスメのロットで、まあ僕もね、その全モデル一気に出してないっていうのもあるし、あとやっぱり長く使っていきたいんですよ、高いものなので。まあ値段設定今回初期モデルも4万8000、4万7000っていう値段だったんですけども、その4万5万のものも買って、次の年が2年後にまた全モデルチェンジとか、そんなの僕も嫌だし、ついてきてくれっていうのもおかしな話だし、やっぱりね長く使っていきたい。僕は最低でも5年は使っていきたいと思ってます。5年も経てば傷もついてくるし、いろんなとこ汚れてきたりするんで、まあ、買い替えたいっていう気持ち出てくると思うんですけども、そう思ってるんで、まあ、のブランクス自体はそのもっといいものが出たら使い替えていきますけど、今のところこのタフが一番いいと思ってるんで、このコスメ、このモデル、この材質で、まあ、やっていこうと思ってます。まあ、その中でこのタフブランクスがこれなんですけども、今僕やっぱりね
30年以上バスフィッシングやってきて、まあ、いろんな竿を使ってきたんですけども、まあ、ここ18年20年ちょっとぐらいはフェアフィッシングと契約して21年かな。でまあその中でもやっぱりいろんなものを、特に途中からは本当にファートディスタになってからは他の人がやる前に早いものをやっぱやろうって、どんどんマイクロガイドシステムとかナノコンポジットとか、あとガイドシステムを変えたりとか、そういったのも全部最初の頃からやってきてるんですけど、まあその中でこのタフブランクスっていうのは、まあ、すごくよくできたブランクスですね。やっぱバスロッドをやる上でも最も適した材質じゃないかなと思ってます。まあ、なぜ軽くて強いで曲げても折れないっていう、まあ、そういった、要素があるんで、今までできなかったことができる、昨年までに出させていただいた64の、まあ、なんだかな、64の LS っていう、まあ、ミドストヨって僕が言って出した様なんですけど、これですね。これなんかも、まあ、ミドストヨなんでレギュラーテーパーにしたい、真ん中からこうぶっちぶち曲げることができるんですよ。曲げたって折れない、結構な力かけてますよ今これ。こんだけ曲げたって怖くない。曲げることによってできるアクションであったり、キャスト性能だったり、そういったことがあるんで、それをふんだんまで生かしても折れないで、最後バットパワーを残した竿ができるっていう、まあ、本当にタフブランクスって僕自身まだ本当に分かりきってるかどうかもまだ分かんないぐらい奥の深い、ブランクスですね。まあ、これが使えるんですけども、これを使ったまあアブ・ガルシアの竿のもまた2021年に発売になります。もうすでに発表されてるんですけども、ベルサートっていうシリーズで、ベルサート、はい、もう手元にはね今ね現段階ではお見せできる最終サンプルの1個手前のやつが1本しかありません。これまだ見た目かっこ悪いです、見た目かっこ悪いです。どうかっこ悪いかというと、まあ、ちょっとグリップ周りとかも全然考えられてない。すごい、なんだろう、10周年ファンタジスタとかに若干似た感じなんで、見た目はね、シンプルな黒になってます。はい、はい、まあ誰のカラーもないんでシンプルな黒なんですけども、まあ、デザインはもうちょっと変わってる面があるんで、完成版はまたちょっと楽しみにしてほしいんですけど、こういうところは変わってないかな。で、これはね、その僕のコンクルージョンシリーズにも採用しているタフブランクス、ファンタジスタで使ってきたタフブランクスですね。それを使っている比較的値段の、低めのロットになりますね。これも今シーズンリアさんから発売になります。で、まあ、コンクルージョンはその1年間で 2,3 モデルしか、まあ、追加で出していかない予定なんですね。僕の中では5年ぐらいかけて全ラインナップ揃えばいいと思ってるんで、当然それまでは足りないところは旧ファンタジスタであったりとかで、さらに手の届かないところは違う竿を使っていこうと思ってたんですけども、このベルサートがその間に今シーズンからかなり間に入り込んで活躍してくれそうだなと思ってます。で、このベルサートなんですよね、特徴はね、特徴がないことが特徴です。へえ、まあ、ちょっと悪くちょっと遠いのある言い方をしてみたんですけども、まあ言えば、とんがった竿じゃないってことですね。で、一つ特徴なのはタウブランクスの竿ってすごくね、とんがった竿を作りやすいんですよ。パキパキの固めの竿だったり、こうやって柔らかく曲げても折れなかったりするから、そういうちょっとなんていうかとんがった竿を作りたいんですが、この竿は普通にブランクスをその作ってるんですね。で、そこに僕らが使ってるこの軽いチタンフレームのトルザイトのガイドしなしに SIC のステンレスフレームの、まあ、安いガイドを使ってるんですね。で、当然安いガイドなので、まあガイド自体のことを言うとトルザイトのチタンフレーム、これが一番感度が良くて軽くていいに決まってるんですけども、安いものを使っていることによって値段を落とすことができてるんですが、それによってね、このタフブランクスに僕こういうのつけたことなかったので、タフブランクスってやっぱ一番ハイエンドのものだからステンレスフレームの SIC を使おうなんてこれポチも持ってなかったんですよ。つけてみるとね、この硬さをちょうどマイルドにする柔らかさをガイド自体の重みが作ってくれてます。で、要はね、よく曲がるんです。で、わかりやすく言うと投げやすい。で、特徴がある、とんがったテーパーじゃないんで、すごいレギュラーテーパーの、悪く言うと、ちょいだる。よく言うと、とっても投げやすい。そういう竿が、出来上がってます。リリースポイントが取りやすい。取りやすいです。はい、でね、今実はね、そういう竿すごく流行ってるんですよね、市場で。パキパキのファーストテーパーのトーナメントを使う竿じゃなしに、こう、誰が投げても、ピュッと投げやすいレギュラーテーパーの、
ちょっとだるいさをっていうのが実は世の中すごい流行ってて、まあ投げキャストがね結構映えますからね、かっこよく投げれるんでね、そういうさの方が、まあ投げたいところ投げれるんで、そういうさが流行ってて、まあそういったところにズバリついてるんじゃないかなとこのベルサートは思ってます。今の僕の言い方でちょっとそのトゲのある言い方もしたけど、すごくいいところが伝わってれば嬉しいなと思ってます。実は僕も使ってくるとで、まあ悪いとは正直思いません。ただ、何でもできちゃうロットなので、これでこういうことがしたいっていう方はちょっと、ファンタジスタモデルにもう一回目を向けてもらいたいなと思うんですけども、コンクルージョンモデルに。まあでも、投げたりするにはすごくいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、これが、ペアフィッシングのラインナップに加わります。まあ、引き続きコンクルージョンの新しいアイテムと、それから、誰でも投げやすいこのベルサートっていうシリーズ、タグブランクスを使ったどちらのシリーズ、まあタグブランクスを体感してもらいたいなと